県村十二天守左一列城から、姫路城、彦根城、松本城、犬山城。中一列城から、松江城、備中松山城、丸岡城、広崎城。右一列城から伊予松山城、高知城、宇和島城、丸亀城。天守とは、日本の戦国時代以降の城に建てられた象徴的な建造物の名称。 日本の建築学の学術用語である。俗語は、天守閣。ヨーロッパの城の象徴的建築である、キープタワーの日本語訳として使われることもある。日本の城の天守は、住宅として利用された。天守期の安土城や大阪城などの例は、別格として、江戸時代を通して、居住空間として使用された例は少ない。 姫路城や熊本城などの江戸時代初期までに建てられた、天守内には、井戸を伴う台所や便所、畳敷きの部屋など、居住設備を設けていた例もあるが、城主は本丸や二の丸、三の丸などに建てられた御殿で、政務や生活を行い、天守は主に物置として利用されることが多かった。江戸時代初頭、徳川幕府に届け出をする際に、天守の名称をはばかった櫓の例があり、 現在ではそれらの象徴的役割にあった矢倉も天守に分類し、それらを総称して天守建築ということがある。外観で二重から五重のものがあり、安土桃山時代の末には最終防衛拠点としての位置づけがされており、本丸に気づくことが多かった。本丸の中で天守をさらに囲う角を作り、この車を天守角、天守車や天守丸などと呼んだ。ちなみに、 天守や矢倉を建てることを体を挙げるという。城によっては小さめの多重矢倉を小天守や副天守、また小天守との間ほどの規模のものを中天守などと言い,い、姫路城天守軍のように小天守が複数ある場合には方角を関することもある。それらがある場合特に大きな天守を大天守ということが多い。主体の櫓に付属する櫓のことを続き櫓というが、 天守に付属する、倉のことは付け九矢倉という、付属倉、付属倉ということもある。なお、天守は倉と同じく、元と数えるが、一般住宅と同じく、胸と数えられることもある。天守の漢字表記は、天守、天守、天守なども挙げられる。天守閣は、明治時代前後に見られるようになった俗称である。建築学の学術用語では、 天守が用いられている。天守の名前の起こりには諸説ある。以下にいくつか紹介する。大赦天が外角を成す餅草山に囲まれた趣味山にあって天部を主催したという仏教思想の趣味山の姿に由来するという節天守を廊閣内に祀ったからというキリスト教思想に由来する節義不浄の天守が始まりで織田信長が 削減終了に依頼して、岐阜城のふもとにあったという四階建ての古典に命名したものという説。主殿を守る建物という意味で、伝守、天守ると呼称され、後に、天の文字が、天に転じた。なお、大天守と、小天守の呼称は、金城音古録放射文庫本では、王と、子、鶴舞と書館本では、ほと、この読み仮名を振っており、読みは、王天守と、 古天主としている。また、金城フル録では、大天守の表記は、一般論を語った部分に事実上一例しかなく、終わり藩では、大天守ではなく、古天守を故障としていた。天守は、一条の象徴的なものである。天守はまず軍事施設、要塞としての機能を持っている。天守の起源の一つに関して、正論に求める説がある。天守は、 城郭内で最も安全な場所とされ、戦時には司令塔となり、大垣城の戦いのように武器修理の拠点として使用された例もある。一方で、天守は政治権力の象徴とされ、巨大な白亜の天守を持つ姫路城や金沙地で知られる名古屋城などに見られる。見晴らしや防御力などの軍事的実用性を求めるのであれば、頑丈な物見やぐらがその役を担う。 天守はそれに加えて、上主の権威を誇示するための象徴性を求めるのである。慶長期には、岡山城天守や熊本城天守のように書院作りの要素を含んだ天守が建てられ、儀式や芸品、有事の避難場所などにも使われた。一方で、徳川家康の名古屋城天守や広島城天守のように外観を重視して内部をなるべく簡素に作ったものも現れ、 上主や客人が立ち入る建物としての機能が、天守からは省略され始めた。その後は空き家であることが多く、物置として用いられることも少なくなかった。江戸時代の兵学では、天守の銃の利点と目的が、天守実得として述べられている。城内を見渡せる城外を見張らせる遠方を見持ち、できる城内の武士の配置の自由城内に気を配れる。 守りの際のゲージの自由的の進行を見渡せる、飛び道具への防御の自由非常の際に先方を自在にできる城の象徴名称、様式、形式が何から由来しているかについての結論は出ていない。初期の頃は物見やぐ司令塔、工場船の最終防御設備としての要素が強かったが、織田信長の近畿平定の頃からは、遠方からでも身持ちできる華麗な権力を象徴する。 建造物という色彩が濃くなっていったものとも考えられている。西が谷康弘は吉野狩遺跡などにあった廊下や戦国時代の聖廊などの仮設の高層建築に城郭の象徴となる建物の起源を求めている。そのような象徴的に建てられたものを最初に天守と呼んだのは室町幕府第15代将軍足利義昭の御所であった室町台に建てられた。 天守であるというものである。一方、三浦正幸は、天守の起源を聖浪などに求めず、中世の城郭などに建てられた高級的な構想で、大型の組織建物であるとし、それを天守と呼んだ建物には信長に関係があるとしている。一般的に今日見られる本格的な50以上の天守の最初のものとされているのは、織田信長が天正7年に建造した。 安土城の天守であると言われる。ただし、天守のような象徴的な建物は、安土城以前に全くなかったわけではなく、1469年前後の江戸城にあった大田道館の上昇圏、摂津国人の伊丹市の居城伊丹城、また松永久秀が永六年間に築いた山和多門山城や信山城の四階矢倉などが各地に建てられていた。 天守のような建物が初めて作られた城は分かって、おらず、伊丹城、岳、田城、多門山城などが古文献などを根拠に、天守の初見として挙げられているが、具体的な意向などは不詳であり、いずれも天守の初見であるとの立証が難しくなっている。そのように、建てられてきた城の象徴的な構想建築、いわゆる天守をさらに流行させたのは、豊臣秀吉である。 豊臣秀吉により大阪城、伏見城と相次いで豪華な天守が造営されると、それを手本に各地の大名が自身の城に高層の天守を造営させた。このように天守は織田信長、豊臣秀吉の職法政権下において発達した職法形状格に顕著に見られることから、職法形状格の特徴の一つに挙げられる。また、 この時代に活躍した天守造営の名手として、中山と森正咲岡部又右衛門などが挙げられる。豊臣政権が衰退し始めると、徳川家康のもと、徳川市の名古屋城をはじめに初大名が姫路城などの豊臣大阪城を超える大規模で装飾的な天守を造営していった。しかし、三代、家光の武家諸派との発布以降は、 天守とつく構想の天守建築は原則として作られなくなる。1609年前後に徳川家康により行われたという天守の高さ、制限によって50以上の天守は国持ちの有力大名に限られたとされている。それ以降、50天守をはばかる大名も現れ、それ以降に作られた小倉城ではよえめ屋根を作らず5階平面を張り出させ50となることを回避している。 現長年、徳川幕府による一国一条例により、幕府の許可なく新たな築城、城の改修、補修ができなくなり、天守も同様に許可なく新たに造営することが禁じられた。これ以降も、同様に津山城や福山城のように弱めの屋根をひさしと、みなして事実上の五重天守でありながら、名目上よえ天守とするものや、高松城のように内部五階建てでありながら、 外観を三重とするものなどが作られた。また、伊予国の松山城のように五重の天守を三重に改築するものもあった。また、天守を意識して建てられた大規模な三重矢倉も、天守という名称をはばかり、五三階矢倉などと呼んだ。江戸期になり平和な時代が訪れると、城は防衛の役目を終江清町へと変化していったので、天守の役目も終わり、城は、 次第に古典や二の丸三の丸が拡充されていった。発却前の若松城天守明治維新の後は、城郭や陣屋にあった建物は、天守も民間によってあるいは軍事施設、土地としての接収によって、ほとんどは払い下げ、発却されたが、中には市民運動や工人、軍関係者などの保存の働きかけなどによって、保存された天守がある。保存される経緯に、 城主がそのまま所有者となったため保存されることになった犬山城天守や民間では解体工事にかかる費用が払えないという理由で残ったと言われる姫路城の建造物群のような事例は稀であるそのように保存された天守は沖縄の首里城西殿を含んでも21条だけであったその後西南戦争などの内乱や太平洋戦争末期には 日本本土空襲や沖縄戦によって首里城を含む8城が消失。戦後にまさ城天守が失火により消失して、現在は12城の天守が残る。太平洋戦争などで消失した旧国宝の天守をコンクリート作りなどによって外観復元する事業が戦後活発に行われ、現在でも各地で天守などを当時の広報によって城石を球場に復興。 復元しようとする運動がある。天守の平面構成には、独立式、複合式、連結式、連立式の4つの形式があり、これに加えて、複合連結式と複連結式の2形式がある。なお、ここに並べた序列は、形式の発展順序を示しているわけではない。独立式天守天守が単独で立っているもの、主に相当型天守に多い。 矢倉や小店主が付属しているが、直接店主に出入り口がある者も、も独立式とみなすこともある。高知城、丸岡城、宇和島城などに要礼がある。複合式店主・店主・付け矢倉・矢倉門店主に付け矢倉を直接接続する者が代表例。付け矢倉を接続することで、敵を攻撃できる場所を増やすとともに、店主への入り口となることも多い。彦根城。 松江城、岡山城などに要礼がある。連結式天守天守、渡り倉、商天守、または倉、矢倉門天守から渡り、廊下や多門倉を商天守や倉に渡したもの。名古屋城のように、渡り倉の代わりに土塀で挟まれた土橋となっているものもある。熊本城、八代城、福知山城などに要礼がある。連立式天守天守、商天守、 または炭矢倉、渡り柔ら、柔ら門複数の小天守や矢倉と天守を渡り矢倉、などで環状につなげたもの。姫路城が代表例。最も複雑かつ防備が厳重な形式で、天守への入り口が建物に囲まれた中庭になるため、敵兵を四方から攻撃できるようになる。姫路城、松山城、高取城、若山城などに要例がある。形式は防老型。 相当型の二つに大別されている。ただし、発展の順序において、相当型が先か暴露型が先かは、結論が出ていない。構造上では、暴露型と相当型に分けられ、外観上、得意なものには特に規定はないものの復興、略式、塔作り、八棟作りなどと、さらに細かく分けることがある。近現代の復興天守や模擬天守など、 復興建築も、現存建築に習って、暴漏型、相当型と分類されている。ここでの暴漏型と相当型は、主に外観と構造による分類によって記す。暴漏型は、入りもや作りの矢倉状に、小型の暴漏を乗せたような形式である。主に、入りもや作りの平矢倉の上に暴漏を乗せたような、ものや、入りもや作りの重箱矢倉に暴漏を乗せたような、 形のものがある。入りもや作りの矢倉の上に暴露を別構造で乗せているので、初茂平面が歪んでいても、上への区形は整えることができる。基部の屋根に入りもや破風が必ずできるので、堂々としたデザインとなる。特にこの暴露型は、初期暴露と後期暴露に分けられることがある。初期暴露型初期暴露型天守関ヶ原の戦いを、境として、 それ以前に作られたとされる、岡山城や広島城の天守など、屋根の低減率が大きく、防漏部分が小さく作られているものを、初期防漏型という。ただし、丸岡城天守は、桃山時代から、江戸時代初期建造説があり建造年が、つまびらかでなく、犬山城天守は、基部となる1.2階部分が1601年築、防漏部は1620年に増築されたものである。 後期暴露型後期暴露型天守関ヶ原の戦い以降に作られた姫路城天守のような屋根の低減率が小さくなり暴露部分の物見の要素が減少したものを後期暴露型という独立式の相当型天守関ヶ原の戦い後より見られ現な、寛永年間以降に主流となった形式で寺院の五十頭のように上から下までデザインに統一感がある 暴露型のように基部と暴露部で平面型を変えることはできず、一層から最上層まで全てきちんとした区形になる。上に行くにつれて平面基部が低減し、最上重の屋根だけを入りも屋としたもの。直接基部となるような大入りもやは作られないから、最上層を除くと破風は必須ではないし、実際破風のないものもある。ただし単調さを避けるために、 千鳥ハフや東ハフで飾る場合が多い。構造が確認できる、謙遜天守復古型の防漏型天守張り出し、戸辺で作りのある天守構造上の防漏型と相当型以外にも、外観上では多彩に分けられている。ただし、このような分類は特に定められたものではなく、研究者や学者によっては特殊な呼び方をする場合もある。復古型復古型は外観を 旧館、旧式のものに近づけた天守のこと。江戸中期から後期に幕府の許可を得て再建された天守である。江戸中期頃には相当型が主流となっていたが、構造は暴露型のもの相当型のものどちらも存在する。中でも高知城は消失以前の暴露型天守を忠実に復興し再建したと言われているものであり、また、 松山城大天守は江戸時代以前の軍事施設として最後に再建された相当型天守である。など構造が確認できる原尊天守張り出し、戸辺で作り張り出し、または戸辺で作りは初重平面が天守大平面より大きく作られたものを言う。初期の天守大に見られる平面形の歪みを解消するために考えられた。 床の一部を開口して、石落としとすることができた。天守は、通常の櫓としての防御性や、耐火性、耐震性などの構造的な実用性のほかに、象徴的な建物としての装飾性が必要となっていた。多くは格式を示すために、特別な意装とすることがある。天守が挙げられる土塁や石垣が積まれた高台のことを、天守台という。 天守台の内側を空洞とすることによって穴らと呼ばれる地下階を作ることがある。また、天守台を築かず、極林面に直接礎石を敷き、天守が建てられることもある。城郭建築、主に天守や多重櫓は、複雑に屋根を重ねることがあるので、階層を呼ぶ場合には、構造の複雑さに関かかわらず、外観での屋根の数を表す。そう、または、 十と内部の床数の回等を並べて、爽快や十回とする。特徴近世の姫路城、名古屋城、熊本城、松江城などでは、最上階とそれ以下の仮想階で構造を分け、仮想階では防御のためにできるだけ壁面を多くする。一方、最上階では砲撃戦を想定して、壁はできるだけ少なく設計された。最上階は壁面を少なくすることでいて多く。 配置でき、射撃後の消炎の廃棄も迅速に行うことができる。階層の数え方書物薬伝。伝説上の話では、座橋や銃が単独で用いられることも多いが、かつては階層の数え方に統一された基準はなく、3階櫓と伝わっていても3階とは限らず5階の場合もあり、50天守と伝わっていても内部の床数を数えたものであって、 外観は良いや三重であることもある。場合によっては地下を数えていることもある。また七重薬重には数多く重なっているという意味もあるので、この両者には十分注意を要する。以上のように数え方には違う解釈があるため、一つの文書に総会、重会、重相などを併用すると内容に混乱が生じることがあるので、日本の上郭を取り扱った書籍では、 平洋を避けることがある。投げ仕方貝、めぐる園降乱屋根材屋根には、粘土瓦、金属瓦などの植物性の材料、石瓦などが吹かれる。うち、粘土性の本瓦が吹かれる例が多い。寒冷地では、粘土瓦は内部に含まれる水分が凍結し、破損、剥落することが多く、このため、丸岡城天守のように石瓦を吹いた例や、高島城天守、 米沢城三海櫓、広崎城辰巳櫓などの小ラ吹き、広崎城天守のように銅瓦を吹くことがある。また、通常の粘土瓦より高温で焼成した赤瓦を吹く例もある。高温で粘土の鉄分が酸化されることにより赤く変色する。赤瓦は有薬によるものもある。18世紀に萩城天守が吹き替えを行っており、江戸時代後期には鶴岡城、 若松城では17世紀後半に赤い、釉薬瓦へ吹き替えを行っている。城郭建築での原尊霊には、津和の城がある。破布爪壁、破布板などを含む屋根の衣装のことを破布という。装飾性が高くまた、内部に作られた小部屋は防御、攻撃場でも重要な構造ともなる。シャチシャチは、シャチホコと呼ばれることが多い。 最上階の大胸の上に上げることが多く、木製、瓦製、青銅製のものがある。天守だけではなく主要な櫓に上げられることがある。牢場線を想定して天守に井戸を設けた城がある。天守の建物の内部に井戸がある城には、名古屋城、松江城、駿府城、浜松城などがある。熊本城は小天守に井戸が設けられている。また、姫路城は、 天守台北越し来るいに井戸が設けられている。天守台は城の最も高い位置にあるため、本来は最も井戸を掘りづらい場所であり、これらの追記時には何よりも先に井戸を掘る作業が行われたと考えられている。姫路城天守には便所が設けられた。江戸城本丸天守台建世では当初より天守を建てる必要がないとの判断から、天守台が作られなかった城もある。 江戸期になると、天守のあった城でも、損失後の再建を見送ることが多くなる。また、天守代はあるが何らかの理由によってその上に、天守の作られていない城もあった。江戸期、天守が造営されなかったケースには、次の4つがある。過去に、天守はあったが、失って、以降再建しなかったケース天守代までは気づいたが、各事情によって建てなかったケース天守代も天守も、 立てなかったが、三重矢倉をもって、天守の代用としていた、白天守台も天守も、天守大用矢倉もない白1、2、3のケースについては、御三階矢倉や、天守大用矢倉がある場合もあった。事項で述べる。福岡城、唐津城、甲府城などは、天守台はあるが、天守の損否について不明であるので、上記の各ケースに当たらない。また、沖縄県の城には、 文化圏の違いから、天守という象徴建築の概念が存在しない、現存する五三海櫓の例。現在の天守には、当時の天守のない城の五三海櫓や、大用の多重櫓を含んでいることがある。五三海櫓は、江戸時代の武家諸法とや一国一条例の発布により、天守の存在しない城にあった三重櫓の名称である。 幕府への配慮から天守とは称さなかった、実質上の天守である。ところによっては、五三階や大矢倉、大倉三重矢倉とも呼ばれた。三階という名にもかかわらず、金沢城や水戸城のように内部は五階や四階の、場合もある。中には、森岡城のように後に天守と言い直されたものもある。天守と同様に本丸に建てられることが多かったが、徳島城や水戸城の、 五三海櫓のように二の丸に建てられることもあった。現存している五三海櫓には、広崎城天守や丸亀城天守がある。しばしば、天守大王と呼ばれている建造物は、主に、事実上の天守を指すことが多く、その規模や衣装によっては、天守として扱うこともある建物のことである。このように認識されていた櫓は、五三海櫓などの見栄櫓に限らず、 二重櫓もあった。しかし、これは、炭櫓や特殊な役目にある櫓が、天守に代わる象徴的存在として位置づけられたものであるため、五三回櫓ほどには、天守として見られないこともある。また櫓に限らず、久保田城の尾出書院のように古典を本丸類城に建てて、天守の代用としていた例もある。明治以降の城の天守の扱いについては、 歴史明治以降に前日した通りである。天守の一覧も参照。現存天守1873年に廃城令が交付され、多くの城の建造物が失われた。廃城令発布以降も残った天守は64あったが、その後も破却は進み、第二次大戦までに20箇所となった。さらに、1945年に、米軍の空襲を受けて、水戸城。 名古屋城、大垣城、和歌山城、岡山城、福山城、広島城の7カ所が失われた。1949年には、正木城天守が失火による火災により失われ、現在、江戸期以前から存在している天守は、日本国内に12カ所ある。そのうち5カ所が国宝、内姫寺城は、世界遺産であり、残り7カ所が、いずれも国の重要文化財に指定されている。 これらは、原存十二天守、国宝五条、十分七条などと呼ばれている。明治以降には、城郭自体の廃止に伴って、天守などの城郭建築を作ることはなくなったが、天守に似せた建物や、球場の天守を再建したものはある。地域振興の目的で天守が再建、または建設され始めたのは昭和以降のこととなる。特に盛んに建てられ始めたのは、 第二次大戦後の復興期であり、空襲で消失したものや小写真や絵図に描かれた天守、伝説上の天守などが、鉄筋コンクリート構造で建設されているものが多い。それらの多くの天守は、遺構の上に作られているため、礎石を移動したり、石垣の積み替えなどを行うので、特に近代工法で建てられた模擬天守や復興天守、外観復元天守などは、 歴史以降の破壊になっているのでは、との意見もあった。平成期には建築技術の向上からコンクリート作りなどでの天守の建設は減り、また文化庁の遺跡における建造物の復元方針の厳格化に伴い、木造によるより忠実な復元が原則となった。近現代に作られた天守は、復元天守、復興天守、模擬天守、 天守閣風建造物に分けられている。この他に、復元天守と復興天守を合わせて、再建天守ということがある。なお、学者、研究者の見解により、以下の記述はしばしば相違しており、特に復元天守以外の分類は、異が大きく、書籍により記述が大幅に異なる場合も参見されるため、以下には一般的な見解を示す。 復元天守初の本格木造復元天守、掛川城下事天災、破却、戦災で消失した天守を少なくとも外観は以前の通りに復元したものを言う。太平洋戦争での米軍の爆撃により損失した天守が主である。さらに木造復元天守と外観復元天守に分けられる。一方で日本の文化庁は木造復元のみを復元とみなしている。 木造建築による天守の復元には、建築基準法や消防法などの法令による制約があり、これらの法令の適用除外を認められねばならない。また国の史跡に指定されている定石での再建行為については、文化財保護法に基づき文化庁長官より現状変更許可を受けねばならず、同庁により、考古学的遺産の保存管理に関する国際検証に基づいた、 再建行為が求められている。木造復元天守木造復元天守とは、天守が現存した当時の図面、文書記録、遺構などに基づき、当時使われていた材料、工法、工法によって忠実に現状に服したものを指す。平成になり、建築技術の向上と建設省の指導を受けつつ、伝統的工法に限りなく近づけた木造による、 天守の復元が原則となった。天守に準ずるものとしての木造復元天守の最初のものは1990年地区の白川城5三階矢倉であるが当時の方の抜け穴を利用した建築であった。1994年4月地区の掛川城天守は建築基準法の適用除外や消防法の特例として認可された。 最初の木造復元天守であるとする一方、山内和豊が高地上天守を削辞するにあたって、掛川の通りと指示したことを参考に現存天守の高地上天守をモデルとして、宮上茂隆が交渉、設計にあたった推定復元によるものであり、復元に推定が含まれていることから、井上総和は復興天守と表している。2004年に竣工した、 大須城天守は木造4階建てが法的に認められた復元天守の最初の例であり、江戸時代に制作された天守雛形や画像資料、湿度移行などからほぼ従来の姿に復元された例でもある。名古屋城も木造復元を目指している。外観復元天守初の外観復元天守名古屋城、鉄骨鉄筋コンクリート構造などを用いて外観だけを 王子のように再現したものを指す。昭和の戦後から平成の初めにかけて多く建築され、多くの天守内部は最上階を展望施設とし、たフロアには城の歴史資料や郷土資料などを展示し講義の博物館として利用されている。この種の天守の最初のものは1957年築の名古屋城天守である。建築基準法施行令によって4回以上の 木造建築の建設は、筋管や金物の使用コンクリート基礎とする必要があるなどの制約や、消防法など、厳密な意味で天守を復元すると、耐震基準や建物の利用に関する安全性を満たすことはできないため、天守を野外復元できるだけの資料が揃っていたとしても、鉄筋コンクリート構造の天守を建てざるを得なかった。また、鉄筋コンクリート構造は、 木造建築の数倍の重量となり、石垣や祖石などの本来の基礎では耐えられないため、天守台の補強と新たな基礎工事を行って建てられる。外観復元とは言うが、観光などの目的のために細部に変更を加えたり、細部では建築基準法に即した結果として、どうしても窓の規模、場所、形状が異なったり、屋根の反り具合が異なる場合がある。例えば、戦後に、 外観復元された名古屋城や大垣城の天守は戦前の外観をほぼ踏襲しているが展望台としての目的を考えて最上層の窓が王子よりもやや大きく作られている。なお、小田原城のように仕様を大きく変更をしてしまった場合は許容範囲外として復興天守とすることもある。また、平成初期頃から文化庁の定める城郭史跡における 当時の建造物復元に関し、基準、審査が厳しくなっていったこともあり、許容範囲内であっても、近代の材料、広報による外観復元天守も厳密には復興天守に入るという見解も存在する。復興天守最古の復興天守大阪城天守が、かつて存在したことは確かで、元の場所に構造問わず再建された天守のうち、資料不足により、規模やいしに、 推定の部分があるものを言う。また、規模、衣装を再建時に改変してしまったものも含まれる。この種の天守の最初のものは、昭和18年、焚き火による失火で消失した1910年地区の岐阜城天守である。現存する最古の復興天守は、1931年地区の大阪城天守閣である。コンクリート建築による再建天守としても最古である地区の、 岸和田上天守である。復興天守の再建時の改変例としては、小倉上天守のように、屋根に破風のない相当型であったものを復興の際、破風を付加して、暴露型としているものなどがある。また窓の大きさの違いや、降欄が付加されている小田原上天守や岡崎上天守などもこれに分類することがある。一方で、これらの誤りを許容範囲として、 外観復元天守に分類することもある。模擬天守模擬天守城は実在したが、もともと天守のなかった城や、天守が存在したか不明な城に建てられた天守のことで、ある。復興模擬天守と呼ばれることもある。また、天守が存在したことは確実でも、史実に基づかないもので異なる場所に建てられた場合も、この部類に入る。見柳柄なども含む、 外観は独自に考えられて作られているものもあるが、現存する彦根城や犬山城、高知城を手本としている天守も多い。中には建築様式の時代交渉を無視した建築もある。主に以下の条件に当てはまる天守を指す。この種の天守の発令は、洲本城地区であり、洲本城天守は復元天守、復興天守を含めても現存するものの中では、 最も古い。木造による模擬天守としては、九条八万条が最も古い。ちなみに、戦後初の模擬天守は、富山城地区で2004年国の登録有形文化財に登録された。天守閣府建築物安土城天守を模した、天守閣府建築物模擬天守の一部であり、厳密に分けられているものではないが、 上気模ぎ天守の条件に当てはまらない天守の衣装を模して建設されたものを言う。一般的にテーマパークや観光用施設、役所などの公共施設、学校、博物館、美術館、資料館、店舗、個人の住宅など幅広く天守閣風の建築物を指す。天守風建築、天守風建物とも呼ばれる。城自体が実在しなかった、霊城は実在したが、 場所や衣装が手術を無視している例。ありがとうございます。